聞いた。何だったんだあいつは。いやのんびり考えてる暇ねえ。早くご飯たちのとこに行かねえと。おめえが何者か知らねえけど、ありがとな。助かったぞ。さっき向こうででかい木がまた一つ消えた。急がねえと。おめえも来てくれっか。向こうはもう離れてくれ。あとはオラたちに任せろ。分かった。ご飯、俺たちは行くぞ。お父さん。ついに現れたな。わざわざ何しに来た。カカロ、まさかこの俺たちを倒すためなどというくだらんジョークを言いに来たんじゃないだろうな。天神だ。やむちゃ。ナッパ、お前はそいつをとっとと倒せ。よし、いいぞ。その調子で精進を続けるんだ。